ダランでございます。本日はルーザーズの21かな、サルガス総会さんのディナーとパリルさんのフェーズ4をお届けしたいと思います。まあこのお二人もね、ロビまで夜な夜なこう顔見知りになさせていただいております。でこのティナの方はね、通称合算なんですけど、まあめちゃくちゃ強いティナ戦です。ティナ戦のはず、他なんか使ってたかもしれないけど、まあ9割型ティナ、メインはティナのはずです。でね、この変幻自在の攻めを 見たいんですけどね、僕もティナは趣味として使うんで。お、今の膝は取らず、おでも配管で投げ返しましたね。さあパリルフェイズがどこまでいけるかだが、うん、ティナらしいコンボで早くもう一先リーチですね。おータックル、そうなんですよ、結構ガッサンはねタックルなり、ジャイアントシングコマンドですね、4123 6T とかをねひょこって挟むのが非常に秀逸です。ああ 8T でもうあっさりでしたね。では続き見ていきましょう。はい、2戦目は、パリルさんがマリポーサに変えましたね。お、壁技出すかなと思ったけど違いましたね。プロレスバトルですね、よく見れば。おお、しっかり肘かな、 GP を取りましたね、浮かせて。おお、このままブレイクブローまでちゃう感じ。今しませんでしたけど、ガッサンはあっこですかさずダウン投げとかも入れてきますが、大会だからしないかな。おお、タックル。まあガッサンのなんか代名詞な気もしてますけど、これとかね、まあ見てる当事者からはあれかもしれないんですけどね、うまい、あのやってるとね、あーそこで入れるんやっていうね、ちょっとガードで様子見と思ったらね、ああいうだけが飛んでくるんでね。まあそうこうしてる間にパリルさんちょっと危ない状況ですけど、ブレイクホールドで、おお、セム系は大きいな。あーでも起き上がりの中段で取られてしまって、サルガス総会さんリーチです。あの 44P はちょっとだけ浮くんですよね、だから簡易的な空中コンボが入るみたいな。おお、いいコマンド投げ、パリグさん後がない。おお、今の背面投げ決まったらカットだったけど、レグホールドするしかないよね、下段でダウンさせて、ビッグゾー、ビッグゾーからの水平チョップで、ああまあ強さを見せつけましたね。サルガス総会さんはそのまま進出、パリルさんは残念ながら敗退という試合になりました。はい、まあこんな感じで、あと、第2回村長杯ルーザーズの後実況まだまだございますので、もしよろしければまたご覧くださいませ。ご視聴ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。